トレーニング後の TikTok に。一番高いのは生の豆 100g で8800円です。練習場で男が作っていたのはコーヒー。これですよ、この膨らみ。コーヒーお願いします。ちょっと待ってください。今瀬戸際攻めてるから。今トレーニング後にコーヒーをたしなむこの男。残りは1周です。脇本も先行になりました。3番手から5番の新田がまくり上げていきますけれども、最後の直線、脇本、新田、勝ったのは脇本です。今節3勝は全部逃げ。競輪選手脇本雄太31歳、競輪界最強とも言われる男だ。今年だけで最高峰のレース G1 2勝、ファンからの人気も高い世界で活躍するトップ選手。脇本のレースはライバルたちをもうならせる。一番今競輪界をこう引っ張っててる筆頭の選手。バッキーはね、まあちょっと敵だからこんなこと言いたくないんだけど、強い、ただそれだけ。憧れません。一緒にこう練習してても見とれる時があります。後ろから一気に脇本スパート、ロングスパートだ。最大の武器は先行からの脅威のロングスパート。脇本が今日も主導権取り。番手はすんなり他者を寄せ付けない圧倒的な強さ。これまでの競輪界では考えられないスピード。そんな脇本を人はいつしかこう呼ぶようになった。異次元。後ろから和田健太郎がやってきますが、2番脇本完全優勝のゴールイン。脇本完全優勝、23年ぶりの宮城記念杯完全優勝、逃げ切り。すごいスーパースターですね。もう逃げてもそのまま落ち切るっていうパワーのある走りがですね、やっぱ好きですね。最強すぎるなっていうちょっと別格だなって印象ですね。先行逃げ切り、とにかくトップを突っ走る、それが脇本のスタイル。いつもイメージしているのが電車っていう自分の中でのイメージがあるんですけど、電車って引かれたレールの中でまっすぐ行くじゃないですか。で、競輪選手のその先行選手に対してまくりに来る選手が一切そのラインから動けずにそのまま一直線にゴールするっていう、見た目上で言ったら圧倒的っていう風に、これ僕の中でのその競争スタイルの理想としているので。そんな脇本、未だ叶わぬ夢がある。それは競輪界の頂点を決めるレース、競輪グランプリでの優勝だ。昨年のグランプリでは先行でレースを支配するも、ゴール前わずかにかわされ2着に終わる。そして今年リベンジを果たすべく帰ってきた。僕自身は進化の途中であっても、その僕自身の体力がいつまで持つかが分からないっていう、まあ、恐怖ではないんですけども不安に覚えてしまっているので、心残りがないようにしたいですね。昨年の雪辱を誓う、目指すは競輪界の頂点。異次元の走り、その強さの秘密に迫った。グランプリまで残り2ヶ月。取材初日、脇本に呼ばれたのは伊豆にあるこのドーム型の施設。ここは自転車競技日本代表の練習場。
脇本は自転車トラック競技日本代表、4年前からナショナルチームのメンバーとしてトレーニングに励んでいる。ここで毎日どんな練習を行っているのか。今やってるのは競技の大会に向けた調整なので、まあ、特にその競輪に向けたっていう感じではないです。グランプリ G1 に向けた練習ってわけじゃないではないです。そもそも競輪と競技は全く違うもの。競輪場の多くが1周400メートルの大きさに対し、自転車競技のバンクは1周250メートルと小さく、傾斜も急だ。また競輪場の走路がコンクリートに対し、自転車競技は板張り。競技は接触が禁止などルールも異なるため、競輪との両立は難しいとされてきた。調整でうまくいくもんなんですよ。うまくいかせるんですよナショナルチームに入ってから自分、まあ、一時期成績が一回落ち、まあ、落ちはしたんですけども、まあ、その後からはかなり、まあ、あの上がってきている感じなので、まあ、最初は遠回りのようには、まあ、見えますけども、やっぱり近道だったなって思います。事実、脇本は今年の G1 レースで2度優勝している。脇本が言う競技と競輪の両立を果たしたトレーニングとは一体どのようなものなのか。今回そのトレーニングに密着することが許可された。この日はバンクでのトレーニング。バイクの後ろにぴったり取り付く。前を走るバイクで空気抵抗を少なくし、極限のスピードに挑む。競輪でトップクラスの最高速度はおよそ70キロ。しかしバイクはそこからさらに加速する。この日脇本が叩き出した最高速度はなんと90キロ。200メートルをトップスピードで走り終えると20分間のインターバル。疲労した筋肉を休め、次の一本のための気持ちを作っていく。集中力を高め、一本一本を試合のように取り組む。息が整ったところでモニターの前へ。今走った自分の動画だ。映像はナショナルチームの専属スタッフが撮影したもので、フォームの反省点を見つけ次に生かす。昔は全くやなかったですね。これだけ細かくやるのは今のナショナルチームになってからですね、はい。まあ、乗る本数は4本未満に抑えられて、この4本未満はどれだけ集中してできるのかっていう課題になってきているので、質はものすごく上がりました。練習はこれで全て終了だ。ナショナルチームに入る前は今よりも練習量がかなり多かった。乗ったら乗った分だけ強くなるっていう思考回路だったんで、そういうのの考え方は、例えば競輪の走る中での体力だけあればいいっていうタイプなので、なるほどと思いました。こんにちは、よろしくお願いします。私はベノアです。脇本が全幅の信頼を寄せる全日本のコーチ。海外の代表チームを指導し、世界大会で多くのメダルを導いてきた名将。
その手腕を買われ、日本初のオリンピック金メダルを獲得するため4年前に招かれた。Un iPad et une télé là, qui est en libre service pour les coureurs, donc ils peuvent directement les utiliser sans passer par moi. Et ça, c'est connecté à mon ordinateur où moi je peux revenir sur des points de détail qui nous donnent bien sûr la vitesse, la fréquence de pédalage, mais aussi la puissance toutes les demi-secondes. Donc, chaque demi-seconde pendant l'effort, on a une donnée de puissance. Ouais, ça me permet aussi de voir l'investissement de chacun, puisque je sais à peu près quelle donnée puissance ils doivent avoir. Ça me permet aussi de gérer leur fatigue. Ça me donne beaucoup d'informations sur leur état physique. ブノワが提唱するトレーニング理論、それは量よりも質。脇本が福井にいた頃は午前と午後でトータル8時間トレーニングをしていたが、ナショナルチームに入ってからバンクの練習は半分以下に激減。最先端の技術を取り入れた効率的な練習に変わった。その練習 その質はこれで合っていますかっていうのは一回聞いたことありますけど、最初の時ってあまりにもその練習の本数的に言ったら少なかったので心配になった部分はものすごくありました。まあ、それだけそのブノワ自身もすごい、まあ、自信を持ってこう強くなれるっていう示唆を出してもらっているので、僕自身もそれを本当に信じて突き進んでよかったなって思ってます。ブノワの練習法に切り替えたことでチームは劇的に強くなった。2016年のコーチ就任以降、世界選手権などで獲得したメダルの総数はなんと44。脇本自身も世界大会で初の金メダルを獲得、世界の頂点に立った。今や競輪界最強とも言われる脇本。しかしその競輪人生は決して順風満帆なものではなかった。平成元年、福井県生まれ。意外にも科学の勉強が大好きなインドア派で、スポーツとは無縁の少年時代を過ごした。自転車に出会ったのは高校生の時。友人の誘いで自転車部に入部すると、なんとわずか1年で日本一に輝く。その後迷うことなく競輪の世界へ飛び込んだ。19歳でデビューすると、そのわずか2ヶ月後に行われた地元福井のレースで優勝。華々しい競輪人生がスタートした。デビュー当時の脇本をよく知る人物に話を聞いた。京都の村上義弘です。現在46歳にして現役の競輪選手、村上義弘。これまで賞金王に2回輝き、さらにグランプリをも制したレジェンドだ。脇本とは同じ近畿ラインでレースを何度も走っている窮地の中。最初の印象ってどうでした？いや、その噂ではその本当に福井にとてつもない新人が出てきたっていう噂を聞いてて、同じ距離をもがいて もう彼だけはもう本当にこう体力の限界まで出し切って、もう練習後にはもういつもこう戻して、本当にこれぐらいその力を出せる選手はすごいなっていう、もう率直に思いましたけど、弟というかもう息子というか、もう本当にそんな気持ちで成長を見てきてますから。2000人以上の競輪選手の頂点 SQS 班を目指し、脇本はデビューから1年半で S 級に。その翌年には S 級一般とスピード昇格。まさに期待のルーキーであった。そしてデビューからわずか2年、初の G1 出場にもかかわらず、なんと決勝へ進出。
周囲を驚かせた。当時から脇本のスタイルは先行逃げ切り。この日も残り2周半から果敢に攻めた。しかし残り半周というところで大きく失速、あっさりと抜かれてしまう。初の G1 の結果は最下位。力の差を見せつけられた。それ以降 G1 レースで決勝には進出するが勝つことができなかった。気がつけばデビューから8年の月日が経過し、その積み上げた G1 決勝での負けの数なんと13連敗。この連敗は競輪界でも稀に見る不名誉な記録。どうしても勝てない。いつの日か大舞台では勝てない男という風評さえ立つようになった。そんな最中、脇本にとって競輪人生を変える転機が訪れた。全て、ブノアのおかげっていう、なんなら全てです。日本代表のヘッドコーチブノアとの出会いが脇本を変えた。2016年ナショナルチームに選ばれた脇本はブノア流トレーニングに身を投じた。ブノアがまず指摘したのは、ブノアコーチになってからは体幹が重要視してるところがあるんで、はい、特にって感じあるんですけど、はい、身体能力的に言うと、はい、その自転車以外のところで言うとやっぱ僕どうしても劣るところがあるんで。ブノアが見抜いた脇本の弱点、それは体幹の弱さ。体幹とは主に胴体部分の筋肉。脇本をよく知る村上に聞くと、当時体幹の弱さが走りに出ていたという。先行は特に体に痛い風を受けるので、はい、できるだけこう体をこう小さく畳みたいんですけど、やっぱこの姿勢というのは体幹も相当こう使いますし、それが持たないとこう胸から崩れていってしまうんですよ。そこでも風を受けて足もこう力が入らなくなるので、この姿勢をどれだけこうキープできるかっていうのも一つの勝負だと思うんですけど。姿勢をキープする、それは強い体幹がないと成し得ない。当時の走りを見ると序盤上半身の姿勢はしっかりキープされている。しかし残り1周を切ると上半身の姿勢が乱れ激しく左右に揺れている。体幹が崩れたと同時にその脚力だけで踏んでる状態なので、このように体幹が崩れるとペダルに力が入らない。これではスピードが出ない。即座に脇本の弱点を見抜いたブノアは体幹の強化を命じた。You come here. 8 seconds. And you push. This is one. You stop. 体幹に力入れてください。Il peut se reposer entre vous. Ouais, non, il enchaîne. Oui, il se repose comme il a fait là. Allez, tiens bien. 7, 8. Attends, donc, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? Il faut faire attention aux épaules. Gain aussi, parce que c'est de gainage. C'est tout ton corps. Il faut contracter là. Il faut contracter le fessier. Ok, contracte tout. Voilà. Et là, tu vas voir son épaule, elle est safe.
OK. Allez, on tient, on tient. 5, 6, 7, 8. OK. 結構きしいな、これ。いい練習です。4年前まで全く行ってこなかった体幹トレーニング。今では週に3日間欠かすことなく行っている。終わりですか？終わりです。そして体幹を強化したおかげで、あることが大きく変わった。普通の人だとちょっとこうここで受けるので、はい、ここで全部こう自分が受けて横にこう流してしまうの。脇本の場合はこう入ってしまうので、この空気抵抗を全部後ろに、上からこう後ろに。入っていくので、後ろついてる選手はこう前からこう風を受けてしまうようなんです。体幹の強化により、空気抵抗を最小限にしたフォームを維持できるようになった。そうすることで、空気は後ろに流れ、敵はその風を受ける。以前と比べても、風を受ける面が減ったことで強くなった。脇本のフォームがいいことであることは分かるんですけど、あれは普通の人では真似できないと思います。さらに脇本の強さの訳を垣間見る場面に出くわした。ナショナルチーム専属トレーナーによるマッサージ。落車による怪我やトレーニングのケアのため始めたという。これ落車の後ですか？これ作家賞の後です。作家賞で、あ、ここ全部まるっと肉持ってかれたやつです。両方ですね。これ左のやつもそうです。右もあるし、右の方がいいです。特にその競輪場で落車とかすると、まあ、外じゃないですか、落車するってこう砂とかめっちゃ出てるんですよ、傷口のところに。うわ、でそれをつけたままだと痛いから、もうかあの怪我をか早く治すためにタオル、濡れたタオルを思いっきり傷口にこすりつけるっていうのを僕らよくやってます。肉が見えてる状態のやつを、そう濡れたタオルでゴシゴシこするんです。競輪選手あるあるですから。ここら骨折った後です。あ、これですか？手術して、はい。ここ折るのと、ここ折るのと、ここの作家賞セットですから、折れたままやってますから。折れたまま、鎖骨折れても足は動くだろうって言われて、いやー間違いねえって言って前だから。脇本の体をよく知るトレーナーに話を聞いてみると、筋肉もそうですけど、関節がやっぱり柔らかいですよね。で、足の裏はやっぱり平たいっていうか、言われるまで気づかなかったです。だから僕自身も。トレーナーが指摘したのは、土踏まずがない平らな足。ただみんなに特殊な足ってはよく言われます。この特殊な足から生み出されるのが強いペダリング。脇本は元々のフォームがペダルをこう引き込むようなペダリングだったので、シューズの中でこう足をこうグッとこう掴むというか、はい、そしたらこの辺がやっぱりこうすごくこう張るんですよね、はい、それをこうずっとそれでもこうトレーニング続けていくと、はい、この辺りに筋肉がついてきて、足の裏の筋肉が発達してそうなったんじゃないかなと思います。トレーニングを積むことで発達した土踏まずについた筋肉、このメリットは大きいという。その掴む力が脇本のその無駄のないペダリングっていうか、ペダリングでこの辺りから、はい、この辺りっていうのはこう体重をこう
かけやすいというか、ちょうど膝がこう伸びていく瞬間しっかりこう踏み込みやすい位置なんですけど、その本来一番下っていうのはこう力が入らないところなんですけど、脇本の場合はまだ足をこうかき切ってこうグンとまだここでもう一加速するようなイメージですね。こう加速のイメージを多分こう踏みにくいところがないというか、全部に力をかけられるので、なんかこう本当にこう360度ずっとこう力を入れられる。仮にこう自分が10進むところ、脇本はもう15ぐらい進んでるので、今脇本がこう他の選手に比べて2歩3歩先に行ってるのかなと思います。 G1 決勝で13連敗、大舞台で負け続けていた脇本はブノワコーチに出会い変わった。脇本はブノワから言われたある言葉を信じトレーニングをしていたという。コーチが就任した時に初めて顔を合わせて言われた時に、大会で成績出すのに1年半かかる、18ヶ月かかるぞって言われて、結果が出るまで1年半、その言葉を信じトレーニングに没頭する毎日。そして1年10ヶ月が経った2018年8月、14回目となる G1 決勝の舞台、レース残り1周半のところで脇本が動く。脇本、血が騒ぐんでしょう、スイッチが入った。さあお互いの投手に火がつきましたが、どうでしょう、突っ張りくれるか。4番の竹内優作、さあ力見せたい7番の脇本、それから3番の甲子園から5番の村上。レースは残り1周、状態は崩れることなく後続を突き放す。後方からは2番の渡辺和成が現在あと3人、1番の浅井光太も迫る。さあ7番の脇本、脇本がこの辺りは独走状況になった。7番の脇本ゆた、ついに取りました、文句なし。念願の G1 初優勝。デビューから10年の月日が経っていた。届きそうで届かなかったこの G1 の風景、どうでしょう。そうですね、今までこういった G1 の決勝でなかなか優勝できず、もどかしい気持ちだったんですけども、これからも先行として期待されると思うので、はい、どんどんこういうスタイルを崩さずに頑張りたいと思います。脇本雄太選手でした、ありがとうございました。はい、山口さんもどうもありがとうございました。そしてここから脇本の快進撃が始まる。翌年の G1 では初日から全て一着、完全優勝がかかった決勝戦に挑んだ。33年ぶりの完全優勝、競輪の歴史に名を残した。そして今年の高松の宮杯でも完全優勝、圧倒的な強さでグランプリの出場権を手に入れた。いよいよグランプリ目前、脇本が大舞台の前に必ず行くという場所に案内してくれた。割とよく来られるんですか。週1ぐらいのペースで。基本は、まあ、妻と来るんですけども、まあ、僕一人で来る時もあります。4年前、
伊豆に移住してから通い詰めているイタリアン。ナショナルチームのメンバーに常連も多い。グランプリを楽しみます。なんか今のところここで飯を食って G1 に行ったら勝てるみたいな、もう原価すぎみたいになってます。ありがとうございます。あ、そうなんですか。今のところそれで G1 に今2勝してますからね。今年、はい。名物は脇本の名を冠した、その名もワッキーナポリタン。はい、ワッキーナポリタン。はい、ありがとうございます。待ってました。待ってました。野菜の量を多くして油を最小限に抑えたヘルシーな一品。競輪で戦うための体を気遣った店主考案の特製メニューだ。体型はむっきり変わりましたね。リオ前までやっぱぽっちゃりだったですね。あ、そうなんですね。ブノワコーチのアドバイスで食事に気を使い、4年前と比べスリムになった。野菜を多く摂り、油を減らす食生活になり、理想の体型を手に入れた。短期間で急成長を遂げた脇本に対し、ライバルたちからの目線も変わってきたという。みんなの僕に対する警戒度みたいなのがこう、まあ、その開催にこうパッて入ると分かるんですよ。にらみつけるじゃないですか、はい、結構レースの始まる前から僕にこう喋ってくる人もいるし、はい、喋らずにこう睨んでくる人もいるし、打倒脇本みたいなのがみんな燃えてて、それに僕一人立ち向かうみたいなその僕の立ち位置をどうするのっていうのをみんなが見てるみたいな感じです。こうパッて言ったらなんか俺しか見てないみたいな普段もう本当に悪役みたいな感じですね。あ、そうなんですねファンも選手も脇本から目が離せない。11月中旬、グランプリまで残すところ1ヶ月余り。我々は脇本が生まれ育った福井に向かった。ここで共に人生を歩み、脇本をよく知る人物を訪ねた。こんにちは。やっぱ兄貴の影響でもう小学校からレースも見てきてましたし、作文みたいなやつの将来の上でも競輪選手ってなってますし。あ、そうですね。脇本選手の9歳下の弟、脇本雄貴さん。偉大な兄の後を追い、昨年競輪の世界に飛び込んだ。4年前まで兄脇本雄太が練習をしていた場所で日々トレーニングに励んでいる。最近になってやっぱ兄貴の G1 終わりの後のレースとかで、兄貴みたいなレースしろよみたいな、なんかこう来て、うわプレッシャーやって なることありますね。まあ、自分来季から S 級なんですけど、まあ、やっと兄貴と同じ舞台か分かんないですけど、まあ、やっと追いついてきたんで、兄貴の前で走ることを目標に、まあ、それがずっと夢やったんで叶えられたらなっていう感じですね。もう兄貴の夢はでもやっぱオリンピックで金メダル取ることじゃないですかね。やっぱお母さんに言われてきてますし、脇本が競輪の世界に入ったのは母の思いを叶えるためでもあった。家庭内で言ったら、まあ、そこまで裕福な家庭じゃなかったので、僕自身は最初の高校1年生の時は、まあ、その高校に置いてあった、まあ、その自転車の借り物で、まあ、走っていたんですけども、まあ、しっかりその高校生で日本一になりたいみたいな目標を立てた時に、もう無理して母親に買ってもらいました、自転車。裕福でなかった脇本が使っていた借り物の自転車。そんな息子の夢を叶えてあげたいと40万円もの自転車を買ってくれた。
今も自宅で大切に保管している脇本の宝物。この自転車をプレゼントするとともに、世界一の選手になってほしいとエールを送った。東京五輪の地震のことはどうでしょうか。あ、そうですね、7割ぐらいかな。それは一番いい、そう、一番、まあ、金メダル取れる自信としては、自分の気持ちとしては今現状7割ぐらい。本当はこう 100% に持っていきたいんですけど、自分がまだこう進化の途中って言える段階のうちにしっかり頑張っておかないとっていう。年齢がね、こう僕自身ももう限界を迎えているので、心残りがないようにしたいんですね。はい、気持ち的にはもう東京五輪をもう最後ぐらいのつもりなんですか。そうですね、はい。密着取材はこの日で全てが終了。グランプリまではおよそ1ヶ月。しかしその直後、思いもよらない事態に。この日はグランプリ前の最後の G1 競輪祭の初日。予選に出場した脇本、当然のように脇本の圧倒的な一番人気。しかしレースが残り1周に差し掛かったところで事件が起こる。外から仕掛けられず詰まってしまう。そして落車。救急車で病院へ運ばれ、2日目以降も欠場となった。翌日の新聞には全治1ヶ月の見出しが。そして同じ日、脇本本人からのツイート。ただ怪我の報告はなく、ファンからも心配の声が。落車から2週間後、脇本と連絡が取れた。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ自分の中で迷ってしまった一戦だったなっていうふうには振り返って思いましたね。怪我はどうですか。はい、ちょっと眉の方は結構えぐれてしまっているので、映りますかね。10針塗ってるんで結構傷は大きめですね。それ以外でなんか怪我が、小指の骨折と肩の靭帯損傷ですね。落車による怪我は思いのほか悪く、骨折そして靭帯も損傷。じゃあ今はもう練習はまだできてないっていう感じですかね。いえ、練習はがっつりやってます。あ、もうがっつりですか。もうがっつりやりました。今日もがっつり練習してきました。まあ今日ブノアコーチに言われたんですけども、まあ気合でなんとかなるって言われたんで、はい、今気合で練習してます。じゃあグランプリは指導されるということですか。もちろんです。はい、もうしっかりもう万全の状態で挑むので、はい、もう何の心配もないです。はい、母の思いを胸に大きな夢に向かって、強くなるため必死に走ってきた。そして今進化を遂げた異次元の男、ナンバーズ脇本雄太が今思うこと。競輪祭もしっかり、まあ、全部走って、まあ、自分らしいレースをしたかったんですけども、不甲斐ないレースをしてしまって、まあ、その不甲斐ないレースも返すつもりでグランプリにぶつけてしっかり頑張りたいと思います。これまで一度も勝てなかったグランプリの雪辱、運命の舞台まであと5日。脇本が最強を証明する。